皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。ルナです。今日もピクミンのサイドストーリーやっていきます。はい。で、今日は2日目だね。うん。はい、頑張っていきましょう。おう。大きめの原生生物にはしっかり準備してから挑まんとの。水中や水辺の奥にあるお宝もちゃんと忘れずに回収するのじゃぞ。チャッチョー始める。チャッチョー。あのピクミンとかたまに埋まってっから、地面に。初期から。お、私はキャプテンオリマー、ドルフィン号の船長だ。この惑星は3度目だ。懲りずにお宝を、お宝探索に来ている。我々はこのエリアで鍵のような物体を拾った。ひょっとしてお宝の箱を開ける鍵だろうか。それともまたあいつ。うお、危ねえ。あ、ピクピクしてる、ピクピクしてる。ピクピクミン、気をつけよう。この惑星には危険なカニも、カニもいるようだ。間違えんな、おい。だからルイが言うこと聞いてくれないんだよ。制限時間10分。原生生物はいらんが、果実を隠し持っている場合もあるぞ。ねえねえ、金メダルを取ったら社長レベルだって。オッケー、社長賞レベルだったな。10分しかないぞ、行くぜ。コロコロしてる。これね、ピグミンみんなでね、コロコロ。さあ、お宝探さなきゃ。17人いればなんかいいでしょ。ね、赤ピグミンさん、ここに置いといていい？ここは赤、読めなかった。よし、ここでも赤ピクミン見つけた。わあ、イチゴ見つけたぞ、イチゴ。お、さすが青ピクミン隊、水の中でやってるわ。あ、ここにもイチゴいる。あ、赤いた、赤ピクミンいた。ちょうどなくなったとこだ。ピクミン足らねえぜ、ピクミン。帰ってこない、誰も。ちょっと待ってね。じゃあオニオンのところに、赤ピグミン置いときます。はーい、今取りに来た。青ピグミン手入れます。青ピグミンも冷やしておかないとね。頼むよ。オッケー。こっちね、なんかマンゴーです。あ、ここを開けば近道だ。こっちの、こっちの水制覇です。はい。違うな。ここ近道作っとかないと
新しいもの運ぶとき時間かかりすぎちゃうから。よし。オッケー、金塊10系。これキノコ崩した方がいいの？邪魔になる可能性ある。あ、ちょっとこっちに赤ピグミンめっちゃ来た。置いてってた？枝に挟まったかも。あ、パパ。はい。あの、赤ピグあげるから。あの、ルナ、あの、赤ピグ。青ピグ、5匹あげるよ。はい。じゃあ赤ピグ受け取ってくれ。ここ、うわ、うわ、落ちた、落ちた、落ちた。はい、これで呼んで。なんかジェリー見つけた。お前ら遊んでんな。パパ、それどうなんだ？そこそこ、そこまっすぐ来て。金塊もあるし。あ、こっちこっち。頼むよ、これ。この死体と、これ。もうこれまたコンプリートいくんじゃない？いや、でもあと3分しかない。でももうなくない？だってまだ金銀も足してないもん。キュイーンキュイーンとは言ってるけどな。あ、あともうちょっとだ。あ、ミッション来る。そうでしょう。またプラチナ？やった。当たり前よ。 YouTube とか見てたらプラチナすごい難しかったらしい。これ最初の方だからじゃない？タイムボーナス2分40秒。イエーイ、記録更新。この気持ちは言葉では表現できん。社長賞と感謝の歌を聞かせよう。社長、社長。ね、さっきは歌聞いてないよね。プラチナ、プラチナ、はい、最長。よし。いや、歌聞いたでしょ、今。歌ったから。はい、いかがだったでしょうか。ピクミンのサイドストーリー2日目でした。面白いね。うん。で、連続でプラチナです。はーい。次も頑張っていきましょう。ゴー。よろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた見てください。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。
これで見れるんだ。うん、そうだよ。じゃあお互いさ見ようよ、ルイとオリマ。パパルイ見とって。パパ青、パパ青見とって。え、見とってっていうか、パパ赤か、動きは。うん、お互いを見ようよ。結構早く動いてるんだね。うん、早送りか、早送りだ。ほら、枝に挟まっとったイチゴあれだよ、下にある。赤ピクミン死んじゃってるな。パパや。パパや。あのね、突撃しちゃったの。あ、ペロチャッピーに。チャッピーの口開けたチャッピーに向かって突撃したら。そりゃダメじゃないか。あいつ口の中いっぱいになってたわ。